今日は10月のね12日の土曜日ですね。カナダのサンクスギビングのロングウィークエンドです。今日はワシントン州のこちら、ノースカスケードナショナルフォレストの中にあるブルーレイクトレイルっていうのをやってみたいかなと思ってます。今9時半なんだけど、すごいもうね、すごい車の量。これもう道端に停めてる量ね、車ね。こっち側側がオフィシャル駐車場ですけども、とりあえずもうね、朝の9時に着いても車いっぱい停めるところがないんで、私たちも道端に停めてきました。こちらがねブルーレイクトレイルの、トレイルマップですね。ここにあるね、こんな感じで314、なんだろうね、これ 1.7 マイル、0.5 マイル、だいたい 2.2 マイルか、片道。あんまりだから長くないですね。多分2時間から2時間半ぐらいで終わっちゃうかなっていうような感じですね。ただこのねブルーレイク結構ね美しいで有名なんで、一度見たかったところ一つですね。いや今日はねとてもいい天気ということもあって、たくさんの人が来てますね。まあ簡単なトレイルなんで、おそらくとてもポピュラーなんでしょう。いやおそらくっていうか、いやポピュラーなんですよ。トイレがねやっぱり訪れるハイカーの数に対応してないんで、たった一箇所だけね。なので1時間も待ちましたよ、トイレで。まあ今それを済ませて、まあ結局スタートが10時30分ということになってしまいました。今日はね、まあブルーレイクと紅葉が見られればいいなと思ってます。いや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 、結構ね寒いね今日はね。比較的簡単なトレイルなんで、犬連れが多いこと。まあ急に明るくなったね。いい天気だ、さあ行くか。まっすぐ行こう。あ、ここすごいね、山が、山肌。すごいじゃん。ちょっと今チョコレート休憩中です。すごい向こう側の山がよく見えるね。だいたいここまでで1時間も歩いてないんだよね。だからもうあと1時間ぐらい歩いたら、そのブルーレイクとやらが見られるのかなと思ってます。やっぱり今日はね紅葉が美しいからね、たくさんの人で賑わってますね。いや、いい感じですよ、本当に。いやいやいや、結構秋色してますね。こちらは、ブルーレイクの方にね、今、行ってるところなんですけども、結構ね、まあ景色のいい、開けた場所なんでね。ただ今日はね、ものすごい人がいます。見てください、これ。たくさんのハイカーで賑わっております。やっぱり1時間半ぐらいでですね登ってきましたね。ここはまだあの湖のエッジなんで、もうちょっと奥の方へ行ってみましょう。ここからだったら逆光だからね。
さあ今からじゃあお昼の時間にしたいと思います。こんな素晴らしいねゴージャスな景色を見ながらのランチはたまりませんね。ではいただきます。こちらがね、さっきランチを食べた側の反対側ね、この辺りで食べたんだ。この辺りでね、この辺りでランチを食べて、今反対側の湖畔に歩いて参りました。ちょっと逆光だからねこっちは完全に、ちょっと分かりにくいですね。じゃあこのまままた戻ります。ということで今日はブルーレイクトレイル、ワシントン州のブルーレイクトレイル、こちらでおしまいにしたいと思います。